っていきまーす。意外とうまそうでしょ。そしてですね、本日なんですが、なんとゲマゲマ対 DFM LOL 人狼ということで、初めての方もたくさん見てくださってると思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それではですね、続いてゲマゲマの皆様をご紹介したいと思います。まずはジャスパーさん、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日は LOL 人狼ということですが、経験はあるんですか？はい、人狼もそもそもあんまり経験なくて。はい、でも騙すのも得意なんですけど、はい、騙されるも俺得意なんですよ。ああ、なるほど。だから強人にならないように気をつけて頑張りたいと思います。今日はアジさん、本当のこと言ってますか？ジャスパーさん。いや、多分間違いないです。間違いない。騙すのめちゃくちゃうまいと思います。ああ、なるほど。じゃあちょっと注目していきたいと思います。ジャスパーさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、そして続いてはライジンさん。はいはいはい、はい、聞こえますか？はい、よろしくお願いします。聞こえます。こちら LOL 人狼は経験はあるんですか？やったことないんですよね。ちょっと気になってはいたんですけど。ほうほう。でもまあ多分違和感とか見つけるの得意なんで、多分このゲーム得意だと思うんですよね。なるほど。もし自分が人狼になった場合はどうでしょう？いやー、バレないと思うんですけどね、味方には。味方には。ちょっとそれもやってみたいなっていうのもあって、いろいろ楽しみです。隣で相手さんがちょっと笑ってたんですけど、え、ま、大丈夫、相手さん的には。いや、そうですね、あのゲマゲマメンバーで、はい、あの指摘を一番的確にやるのがライジンさんなんですよ。あ、なるほど、いいですね。 なんですけど、はい、あの逆に指摘しすぎて、うん、違う人狼を見つける可能性もあるだろうなちょっと思ってるんですよね。あ、確かにね、はい、なんで違う人狼は見つけないように。それどうなんて言われるメンバーがちょっと想像できそうなのもちょっとあるんで、その辺もちょっと見てみたいと思います、ね、いいですね。ちょっと、はい、抑え目でいきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ続いて、シャルルさん。はい、はい、よろしくお願いします。本日はこちら LOL 人狼ですが、自信のほどはいかがですか？はい、今回集まっている中で唯一の経験者なんですよね。おお、まあ、はい、ちょっとね、うん、差を見せつけてやろうかなって。ああ、経験者としてちょっと揉んでやるかって感じですか？そう、ちょっと揉んでやるかぐらいのポジションで今日は来ました。なるほど。じゃあ自信満々ということでよろしいですか？ああ、もう全然自信満々ですね。ちょっとひねってやるかなって。若造たちを。ああ、若造たちをね。はい、じゃあ相津さんにもちょっと伺いたいんですが、いかがですか、シャルルさん。いや、こうやって言ってるんですけど、はい、多分僕ゲマゲマメンバーで一番素直な人だと思ってるんで結構簡単にボロ出るんじゃないかなと思ってるんですけど。確かに確かに。もうプレイでね、ちょっと見せていただく形でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあ、そして続いてはたぬき忍者さん、よろしくお願いします。はい、 LOL 人狼、自信のほどはいかがですか？人狼側になったら全然自信ないかなって感じで、なんか当てる側だったらまあ なんとかなるんじゃないかなって思ってます。結構あれですよね、人狼側になってこうチームの足を引っ張るっていうのも難しそうですよね。そうですね、自分嘘があんまり得意じゃないんで、ちょっと人狼にだけならないようにちょっとなるほど、すごい願ってます。なるほど。これはアジさんどうですか？いや、その通りだと思います。その通り。あの、ちょっと末っ子情報があるんで。末っ子情報、はい。実は結構ゲマゲマメンバーの中では一番わがままなんじゃないか説っていうのをこの間聞いたんで。なるほど、はい。そのわがままっぷりでちょっと人狼か人狼じゃないのかをこう惑わしてほしい。はい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 。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、そして、こちらゲマミゲマ最後はスタンミさん。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、こちら LOL 人狼ということですが、自信のほどいかがですか？いや、人狼側より俺普通のなんか人狼じゃない側の方が怖くて、人狼の補佐しちゃうんじゃないかなっていう、ちょっと人狼の補佐、一緒に足引っ張っちゃうってことですか？一緒に足を引っ張っちゃう可能性があるんじゃないかなっていうところだけ怖くて、はい、いきなり先手打ってる感じで始まってる感じしますけど大丈夫ですか？いや、ちょっとね、いや、自分ちょっと頑張りすぎちゃうと、はい、根っからのトロール癖があるんで、そこが出ないかってとこだけちょっと心配なんで頑張ります。なるほどね、はい、まあ、ちょっとぐらいのトロールは許してくれと。その通り、その通り。はい、あずさんどうですか？いや、結構でもあの正直者すぎて、多分詰め寄られたら、うん、あの人狼だって自分から言っちゃうんじゃないかなゲマゲマメンバー正直者しかいねえじゃん。なんで呼んだんだよ。人狼向いてないんじゃないかな。でそれが全員疑心暗鬼になって逆に面白いのかなっていうのもちょっとあるんで、普段から嘘つけないメンバー同士で、あのこうね、怪しみを疑心暗鬼っていうのはいいですね。気をつけてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、
いや、勝とうとしてれば分かるから、これ。そうだよ、そうだよ。もう会話とかじゃないよね、ぶっちゃけ。プレイで炙り出そうぜ、会話じゃなくて。今から始まってんのちょっとよくないって。まあ俺は言うてボットレーナーだからね、サポートできるよ。トレーナー。そう、できるからできないっていうのはないわけね。そうそうそう、ないよないよないよ。チャンピオンどうしよう。勝とうよ、マジで。DM ボコそうぜ。じゃあそうそう、まず勝ちに行こう。そこでしょ。まずはもうそこはそう、本当に。バンピックもしかしたらしよう。してほしいやつ、多分エビ君が一番なんか強そう、あのミッドで。あ、でもね、俺シバナバンしてほしい。いやシバナバンしてくれ。頼むやつはやってくれ。あったやつはやってくるんだ、ね、可能性としてね。始まってないこれ、シバナバンって。いや始まってない。いや始まってるかもしれない、これは。始まってない、マジ大マジ。みんな多分メインロールではないよね、きっと。そうなんだよね。ズータントップレーン強いよ、ちなみに。マジ？これズータントップのトップのキャラは強いキャラ。何使ってもまあまあ強いけど。まずいな。タンク系かな？強いて言うとキャリー系ではない。ああ、まず大丈夫よ。チームファイト系。あの人なんか使うっけ？ブランドジャングルとかやりそうじゃない？あ、やりそう。猫ちゃんですか？確かに猫ちゃんうざいかもしれない。猫ちゃんちょっとうざいよな。強いし。猫ちゃんちょっとダメだね。ああ、確かに。うわ、カミール。やってないか、あれ。これどこだ？カウンター出す。いやいや、トップじゃないの。いや、トップじゃない、多分あれ。違うのかな。俺はもうピックからみんなにメッセージだから、これ。ちょっと舐められてんだよ。これわかる？持ってほしいやつない？キャリー系のトップ。キャリーしますってない。まあまあ、それは一番信用できるかも。そうでしょ？うん。え、俺、アクション予定。ああね。あー、じゃあ俺がモルデカイザーやるわ。あー、合わせに行く、しっかり順当なカウンターね。はい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 、はい、足りない要素を補おうかな。みんな勝ちに行こうとしてんじゃん。ルール理解してる、みんな大丈夫？本当にこれやばいの出てきた。あれめっちゃ強いんよな。あれミッドよね。うん、ミッド。ステロさんのジャングルだよね。そう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 。遠距離ポークじゃないですか。おっと、おっと、ゼドジャングルだこれ。いや、スナップじゃね、ワンちゃん。セロスのゼドジャングル APS リアルやってもいい。なるほど。APS リアル。なるほど、それはどえ大丈夫。いやいや、自分ポイント追加されるよ、それ。マジで。アクションじゃないか。アクションでいい。アクションでいいと思うよ。全然エズとか出さないでよ。お前何してんの、お前。オーキーマジで強い。まあ、リスターはちょっとやめる。あんま苦手なのないから、ニニやってほしいやつ言ってくれ。全部合わせれる。まずいって、そのよ。何お前だわ。全部合わせれるのは。待って、ジャンプとかないや。待って、ジャスサポート何やってたっけ、こいつ。待って、思い出せ。こいつ何やった？サミーだってあれだよね。これ、ヨシアキのこれ見てるよ。おい、やめた、お前、人狼。お前、人狼。お前、人狼。そうだよね。だって、レオナかレルどっちがいい？レオナ。レオナが、レオナにしよう。待って。レオナは相手が入ってくるじゃん。相手が入ってくる。うん。入ってくるところに、バチバチで当たるか、剥がすか、どっちかよ。レオナ行こう。レオナで。ああ、レオナ。レオナで行きたい。ちょっと自信なくなってきた。今の信用得てる、信用得てる。レルは自信ない。そうね。オッケー。行くよ、じゃあ、レオナ。行こう。俺、ちょっと、作戦いい？ゼドのセロスが、人狼、だと思ってんの俺もう。だからワンメイマー仕掛けに行っていい？っていう戦略。あれもう人道読み。死んだ方が人道読もうそれ。死んだ方が人道。決着じゃん。もう最終決戦に俺は強いなって思うよね。最終決戦決定されてしまうジャングルで。ピックで怪しい人は今んとこいないか、ほいだら。今んとこいない。おねみんなが、こっちは、相手はゼロス。ゼロス読みっていうか、なんか、順番に並んでくださいすら守ってないし。そうだな。そうだよな。俺も思ったんだよな。ゼドみたいになってるし。オッケー。はい、なるほど。お願いします。ニニ、これ合ってるアイテム、俺。これも。合ってないよね。どれだ？
札幌で。いや、もう怖いよ。いや、いや、もう入ってきてるかもよ。もう入ってきてるかもよ。いや、俺の中。じゃ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 違うよ。じゃあ、札幌で。盛り上げるためにそんなことしなくていいから。頼む。頼むから。それ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 。どれが人道だと思う、実際、このピック見て。いや、もう。俺はセラスのゼノよ。相手、相手、相手。いや、もう。俺か、プレデターゼドか。プレデターゼドと。まあ、プレデターゼとゼドはだいぶ怪しい、ね。だ言い訳として、アリスターの、あ、硬すぎ、硬いから大丈夫だと思った。が言い訳として使いそう。サミーだって、序盤って弱いよね。弱い弱い弱い。3、ま、6レベル、まあ、11レベルまで。プッシュしたい？うん、していいと思う。だって、ヘーマー押してたら、タレット壊されちゃうから。待って、俺これ3つでマジで余裕ない。何この対面。間違えた。任して、俺が炙り出すから。絶対取らんほうがよかったな、あれ。いろんなレーン監視しないと。ポン、ポンアリスターか。なんか、サミーラインすごい強いんだよな、アリスターが。そうなんだ。俺は、ニンニン捕まえられたら、ヘイマ行ったがいいよね。うん、かな。ちゃんとやってるから、あれ。なんか、カズータはなんかすごい白っぽいなぁ。出てここ、出てここ。出てここにいる。お前、くしゃみなんてしたくねえだろ、ほんとは。ワードク、ワードク、ワードク、ワードク。なんか、もうなんか黒すぎて、なんか白く見えてきた、ジャスさん。黒すぎて。久しぶり感あんのずるいよな、ずるいよな、怪しめないよね、そう、ずっずるいわ、何がよ今ゼロトップ側、トップ側了解、トップ側です、勝とうよ、 BFM に勝つんだから、オッケーオッケー、待ってよ、これ6まで顔出さないからね、もう6までノーガンクです、見張ってます、みんな、いや、これボットはね、チェベキじゃなくて、いや、パトロールいない、俺らパトロールしないね、ガンクしてほしいんだけど、それトロールじゃない、違う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 ね、違うね、それもベスト、ナイス、あんま突っ込みすぎないでいいかも、そうね、そうね、そうね、うーん、オッケーオッケーオッケー、やらかした、はぁ、やらかしたが出たよ、下にワード刺した、いや、これちょっとポイント追加かな、これは、なんだよ、今のニンニンが WQ されたからかばったんじゃんか、いや、で、いやこれ怪しいな、ニンニン、いやいや、CS 見てくださいよ、これこれ人狼の CS じゃありませんよ、確かに CS ないっす、いや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 、どんだけワームしてもワンプレイで覆えるんだ、ね、いや戦略としてめちゃめちゃキル持ってさ、最後死ぬとかいう人出てきそうだから、そこも怖いよな、まあでもそれはねめちゃめちゃ分かりやすいから、分かりやすいよね、あそこさして、そうかそうか、確かに分かりやすいからか、レーニングしてるのは逆に怪しくないみたいなとこある、だって死ぬもん、レーニングしてたら、うん、まあ、プロゲーマーだからね、やっぱ相手起きてボット使った、オッケー、またフルクリアします、私いや、どれだ、いやー取りたいけど、やばいかな、うーん、やばい、それはやばい、それはやばい、人道だったら取りに行ってた、ニンニン取りに行って、あ、ごめん、取れんかったはあるかもしれん、ボットでいいな、これいや、あるかもしれんけど、でも、あれなんよ、さっき疑ったからそれしなかった可能性もあるから。キリがねえじゃねえかキリねえオッケーオッケーオッケー。あれ、ジャングリングめっちゃ順調。マジ6まで出てこんだったんだけど。ダブリュー上げなんだね、今の。まあ、ダブリューか、いいだね。どっちもある、一応。あ、ごめん。ん？大丈夫です。なんか。なんか変な音した。ミッドにピンカー元気になったかも。オッケーオッケー。これボットレーン。テイカーみたいな画面ですか、サミと。ボットレーンリコールなしでずっと。あ、ずっといるね。はいはいはい、いるいるいる。あ、言ったっていいかも。自分のファームしとくわ、これ。うわ、俺人もいる。おい。
なるほど。おい、ピン鳴らせや。おい、ピン鳴らせって。違う違う違う、落ち込まれてたんだろう。人狼なのかわからないんだから。じゃあごめんごめんごめん。いや、CS に集中してたから、これは ADC の責任じゃありません。出てないこれ。違う違う違う、だってあれさ、リコールかと思ったんだもん。そういうことはないんだよ。どまいどまいどまい。勝てるよ。怪しい、あいつ。あいつ怪しい。そういうゲームでしょ。マジで今のでボット2人とも人狼に見えるもん。2人？いや1人だけよ。1人だけ。人に言われてるぞ。いやいや、違う。そっちやろ。いやもうこれボットレーン喧嘩レーンや。えぐいとこ入ってるもんだ。ちょっと奥目にワード置いてきます。僕リコールします。これ勝ってリコールする俺。危なくない？大丈夫？いや大丈夫、いける。なんか見て、トップ、これ。これ体力ないよ、もうカズタ。あ、行くわ行くわ行くわ、それ。待ってね。あ、これ行く？行く行く、それ行く。アレスターずっといない。アレスターいない、アレスターいない。ちょワンチャン後期来る、それ。じゃあ、いけない、ほら。じゃあ、ナイス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 オッケーオッケー、いいね。いやー、これ死んだ、勝ち得たんだな。これ勝ち得た。チャレンジャー勝ち得た、今。アリスタいる、アリスタいる。俺もうこれで6なるわ。眼光しい人。はい。はい。ボットマジ勝ってる。ボットマジ勝ってる。了解了解。全部だ、全部当てるわ。死ぬそう。アミルテレポート自分レイン使ったわ。オッケー。まで、ポンがずっと止まってる。ずっと止まってんね。人狼かも。うわ、でも敵の人狼読みは本当勝つとき大切。動いてるわ。いつもやってるやつや、あれは。ゼドここゼドここ、ピン消してる。やべえ、HP が。次6レベだよ。行ってもいい、別に。俺それトップカウンターしたい、ウルトで。ああ、ガン来た時に。うん。来ないかな。微妙いか、これ。ミッドレーンゲロです。あ、いやいや、カウンターする、カウンターする、カウンターする。カウンする。オッケー、オッケー、オッケー。トップ 2v2 よ、それ。ボットサイトの後期行くかも。やったね。やったー。レッド。ボットに。レッド。レッド。レッド。後期見えないよ。アリスターも見えんけど大丈夫。なフラッシュ使った。相当遅い、相当遅い。何ですか。アリスター多分連携いると思うけどなこれ。悪くない悪くない悪くない。悪くない悪くない。一回帰りて。悪くない痛い痛いスターさんボット今や100秒ガンク戦俺はもう今トップですか結構やな100秒ガンク戦あっただろ人狼か取ってそれ取って取った取った取った一回帰るこれであナイスナイス悪くないそれこれどっちだあちょちょい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 よし一本持っていくわ敵のダブルキルこれねーあれちょっと、ね、いやこれ忍者ちょっといや自分サポートに合わせただけですよいやいやいや俺全部やったぞ今やれることいや全部やったとしてもちょっとなんか違くないかなって今でもポンさんがだとしたらポンかポンが俺これドラゴンサッチャーカード2個惜しい今のウルトラゴミだったなマイバットユンユンごめんあまあまあこれ勝てるっしょ多分試合アリスタミットいいぞシャルタンいけほら待って待って今のアリスタシャルタンいいぞ待ってそれミリ殺せんかったアリスタいないアリスタいない危険マジ危険トップレーン危険トップレッキングでーすうわーうわー死んじゃったマジか4人いるわ3人いる黒ゲーマーダイブが飛んできためちゃくちゃ来とるボットダイブかってことはまあそうだよねボットダイブだねボットダイブいきますウルト空いてるんでいきますニニ俺ウルト行くわニニはいはいヘイマーストップウォッチこれはわかんない湧いてるかどうかわからんいやちょっといけそうかな安全精度だね無理だったナイストライこれ、こっちから入るよ。ナイストライって自分で言っとる。ああ。
なんかトップレーナーが悲しい思いをしている最中にボットレーンで何も起きない。いつものやつが起こってない、これ。違う違う違う。まあ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 。まあ、ジャスが届かないって分かっても好きなんだけど。殴ってていいこれ。これ、ニニ、ちょっと俺。はい。これ俺、ウルト合わせられるよ。あ、見ていってる、俺の方が早い。これ、今回、勝ってる勝ってる勝ってる。ちなみにトップいないからね。トップ帰ってきてないよ、ハミール。ピンク置いてあげた。なんか、大臣ギリギリのファイトしてよ。で、ブリンク使ったらウルト使うから、お前。ギリギリのファイトしてギリギリ。ギリギリのファイトしてなんか、ギリギリの演出して。いや、そう、でもレオナずっと消えてるから、結構。そうね。うん。俺、戻るわ。俺戻って、俺こっち行くか。安心したとこを下行こう。俺、ちょっと逆がいってる今。あ、レイス取られてるわ。じゃあ、ボットが行く。これ行くわ。ナイス。わっ、これ行ったわ。行ったな、それ。あれ、あ、俺これ通らないかも。あ、よし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 これ押しちゃうよ。押しよう。なんかあのハイマーどう？え、あのハイマーどうってどういうこと？いけそうじゃないか、あれ。いや、でもアリスター近いよ。オッケー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 。ワンチャンアリスターどっか行ってるかもしれない。まあまあいいよ。これ際どいな。よし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 。ワンチャンアリスターある、ワンチャン。俺これ雷神の信用貸し取りました。は？なのかわからない。は？待って。え？雷神？今のナイスだね。いやナイス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 だねナイスだねナイスだね。あ、いるわボットレーン牛さん。なんかもうついてなんかもうどうすればいいか分かんなくなってきた本当に泣かないでよ。なんか本当にこれは真面目に仕掛けてるのか。やばいやばいやばい。これ行くか、これ行ってもいいよ。行こう。ナイスうまい。ニニニニ、おーいいよ。返せ返せ。行ってる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 。あ、もうイグライドかかってる。お前行くわ。任せ任せて、こいつ切れ。いける？いけるいける。もうそろそろレッド切れる。足戻って。無理かな。無理だね、それ無理だね。テロスはテロスがテロスが来たけど、あれ人狼か。ふざけちゃう。セロス、あ、来ない。オッケー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 。まあ、途中報告いいですか？途中報告ジャングルベースいいですか？はい、ライジンが怪しいです。なんでだよ。いやいや、トップにロームした、後期がロームした時若干報告遅かったし、今ゼトンの痛い2の時に下がれた。ライジンは一応それだけ報告してくれ。中間報告、これは意味わかんない。これは中間報告、一応中間報告。感謝します。なんで俺がサポートのロームで不利を背負った後にミッドレーンでブレームされなくちゃいけない。このゲームおかしくないか。ライライライ。あ、なんか出まっているんだけど、ファッションが出てる。え、待って、それ言ってる。でも俺早い俺早い。うまいサポート、うまいサポート出てる。あ、攻撃見えないよ。あれ、攻撃いる。死んじゃった。なんかいるんだけど、ハイマーズがとかやつが。渡せ攻撃もいる。あれ、うるった。ミッドちょっと遠い。俺これね、タワー何も削れてないからね、折れない。オッケー。待って。あ、リスタいる。サポート。サポート不満があるみたいだな。それは…うまい。こっちでした。あ、オッケーオッケー。まあ頑張れ。なんでミッドって言ってミッドにすぐ寄ってこない。これさぁ、カズータ選手怪しいかもしれん。見つけてしまった、相手を。カズータ行く。気づいた。俺もちょっとね、カズータは怪しい感じちょっと。あ、そうなんだ。いや、超絶怪しい。だって負けるわけないもん。やる気ないんだよね。やる気がない。やる気がない。なんかやってて感じるのは。あのハイマー舐めてね。こいこいこい。ハーマー舐めてる。舐めてるよ、ね、いないよ。味方が近くに。どう近くにいない。ライド。これポテンシャル。いや、俺が行けるかどうか。ライド。うん。知らない。他にいなければいけるけど。行くよ。追い詰めよ。待って。あ、アリスタいる。サミラ追った方がいいかも。何すると。いけるこれ。待って。やめて。ああ、本当にいける。一応行ってる。やめてくれ。いける？え、ちょっと。サミさん。なんで？エビ？怪しくないか、待って。え？
エビモティなんか倒してるやん。ニンニンナイス。あれってか待って、どうやって倒したの？ねえねえ、ああ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 あ無理だよこれ、推理無理だぞ、マジで。いや、白だわ、ニンニン。人狼であの声は出ん。待って、アリスタはいない、大丈夫。これいける？どうする？いや、ウルト使ってないね、ゼド。使ってない、ゼド。これ入るよ。オッケー、ルート使ったりいくわ。ライが入って、うまい、いいよ。あーマジか、殺した、殺してない。自分ミッド行きます。これボット、トップ落ちちゃわない？オッケー、じゃない。アリスタこっちいる、アリスタこっちいる。なんかね、トップかなりガンクるね、すごい。全体的にアリスタ上ね、ワード数えたからはちょっと脱力感感じる。脱力感、脱力感、脱力感、脱力感。ワードめっちゃ壊してんな。当てそうじゃないこの試合。いけそう、マジでいけそう。あ、アリスタここ。エライド取ろうとしてんのかな。これどこワード欲しい？どんどんちょうだい、どんどんちょうだい。ドラゴンチャットは多分いける。アリスターがトップ側に見えたから。多分ヘラルド取ろうとしてる。じゃないと。ドラゴン取ります。マイスターオリー。味方のジャングルにスターミがいてサポートジャスパーなのおもろいな、マジで。意味が分かんないもん。ビジョンとか。いる位置とか。ビジョンとか。うるせえ。うるさいって。勝とうよ。ちゃんとやってるのかどうなのか。やってる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 じゃん。めちゃくちゃワーディング見てよこれ。ドラゴン周り、ちょ、ドラゴンドラゴンドラゴン、待ってね、行きたいな、行きたい。さつやがるね、ドラゴンドラゴン。あ、突破されてる人、行っちゃうもう触っちゃう、触っちゃう、しかない。これ誰俺行けばいい、誰俺行けばいい。いや、ハイマやばくね、なんか。あ、もう行くしかない、行くしかない。ハイマ行くね、もう始めようぜ。ドラゴン捨ててるかも。解散でいいよ、解散でいいよ。ナイス。何お前やってんで全部食ってんじゃねえ。綺麗すぎ、綺麗すぎ。何やってんだよお前。人道か。意味わかんない、意味わかんない。ナイス。俺ウルト準備できる、ボット。オッケーオッケーオッケー、ボットね。おいしろ。やだ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 。うまいよ。シャットダイ。はい、今のさ、最後ペガ強い。待って待って待って、何やってる。これ持ってきて、大丈夫よ。でもサミマジでナイス。ナイスナイス、オッケーオッケー。これ取らないわ。お、開いた。お、ありがとう。ありがとう。いけね、助けて。ねえ、何やってんの、何ふざけてんのお前。襲われてる。何ふざけてんのお前。ミッドかな。お、サミラー出た、出ましたね。いや、これズレた説あるな。これズレた説マジあるな。行こう行こう行こう。行くよ。行くよ。あ、行って行って。ウルト先に、ダブル先に行くわ。おい、え、待って、なんか来てる。ナイスルト！ナイスルト！いいよ、取ってよ。はい、完璧完璧。ナイス！見えてる見えてる見えてる。2人とも手譲ってんの。これすごくない？これすごいこと起きてる。めちゃめちゃな仲間割れ発生してそうだ。DNF の誰かを当てようよ。そしたらそこ行っときゃいいやん。いや、俺数えたしだと思うな、マジで。うん、いやマジでもうやる気がない。今のさ、忍者の大分ちょっと怪しかったもん。いや普通死ぬもん。死なないことない。死ぬ死ぬ。これで数えたじゃなかった。ことだけはな、マジで。これで数えたじゃなかった、マジで。ことマジで失礼すぎる。やる気がないとか。やる気がない。やる気がない。バロンやる？俺ら早い。いや、バロンはやる。バロンはやんないよ。負けさせたいの？あ、司会ね。オッケーオッケーオッケー。バロン、じゃあ俺取り行くよ、司会。了解。ついてか、ついてか。ドラゴンでも一応やらん。さすがに。ちなみに、ライジン、俺が追っていくよ。俺がテレポートあるから。あ、これ、これ、これ、行きたい、行きたい、行きたい。あ、オッケー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 、行きます、行きます。いいよ、いいよ、いいよ。カルさん、あ、なに、ナイスナイスー。チェこれフラッシュアットしてるじゃん。守れ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 。あ、俺か。うわぁ、死ぬこれ、死ぬ。いや、もう俺に今できることだ。あ、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュ、アリスタフラッシュ、アリスタフラッシュ、ないよ。そういう話。そう、ゼドルとない、ゼドルとない、ゼドルとない、ゼドルとなし。だい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 。
ま、待って、一本が、大丈夫、一本がうますぎるぞ。ちょっと待ってな、いける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 、よくね、こいつ。はい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 、トップ、あれが守って、あ、ナイス、おお、いったろそれ。いや、ミッド、トップ守ったらいいか。ナイスー、ね、それフラッシュないよ、フラッシュないよ、フラッシュないよ、フラッシュない。タワーが破壊されました。シャウフ強いな。だタワー全然取れてねえな、マジで。そうなの。赤バフも取られたかな。バロンは大丈夫。これマジで誰だ。あ、待って、ゼド起きてる。ゼドウルトないよ、ウルトない。ゼド、これゼド行く。あ、でもこれ、ニーニーやばい、ニーニー後ろ。諦めた。でもあれ取ろうな。ゼド、もう一回これ。あれ、あれ食ってかと、あれ食ってかと。あれ食ってかと。あ、食えない。フォーカスカズだ、フォーカスカズだ。みんなでね。あれ、フォーカスカズを食べて。何もね、ウルト開いた、ウルト開いた、ウルト開いた。後期の方が柔らかい、これ。ウルト、あれないよ。フラッシュない、フラッシュない、フラッシュない。あれ、見えた瞬間、ミッドダイブするわ。あ、オッケー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 。行く行く、これ行く、これ行く。うますぎ、強っ。ナイス。うわ、うまっ。おー、ナイスー。いや、サンド働くねー。いやいや、働いてるでしょ、すごく。すごく働いてる。よし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 。一回リコールして、ワード補充して、ドラゴンでいいよね、これ。ドラゴン行きたいね、53秒。え、シャルさんトップ行く？俺がトップ行こうかな、テレポーターですし。C の近いトップなの。あ、オッケーオッケー、俺ボットね。うん、ボットされてるし、ボット行ってもらおうかな。え、シャルさん誰にでも勝てる？もしかして。まあ、後期以外だったら、でも後期差しないから勝てるか。いや、後期にも勝てると思うよ、まだ。うん、後期にも勝てるかな、まだ。オッケー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 。あ、こっち全部でいいや。相手のアリスさんめっちゃキル持ってるけど。持ってるね。アリスさんにあるしてもあるで返されちゃうから。あ、これどれ、これやるかもしんないワンチャン。こっちでめっちゃワーディングしてる、めっちゃワーディングしてる。裏からワード刺すわ、裏からワード刺す。オッケー。これ後期？ここいるよ、多分ここいるよ、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 ここいるよ。結構上が危ない。じゃあ俺トップ行くから、そのもし、あ、待って、なんかいるわ。ドラゴン触っちゃう。ドラゴンギブしてるわ。オッケー。ドラゴン触るよ。触っちゃう。うん。とこ寄っとこうか。いや、ハイマーのルートでバロンやりそう、めっちゃ。え、やめる。青鳥がね、遠い。俺やっちゃう、俺やっちゃう、俺やっちゃう。俺を聞くわ、俺を聞くわ、一旦。バロン寄るわ。まだいる、まだいる、まだいる、バロン寄る。これワンチャンハイマーやってるぞ。ハイマーだけでやってる可能性やってる、それ、めっちゃある、めっちゃある。俺を聞くよ。おぎこ、おぎこ。攻撃の動き的には。このカミルは。ちょ、待って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 、助けて、助けて、助けて。起きてカミル。やめとこ、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 おっ、最強マスラム、最強マスラム、強い強い強い、マジ強い。いや、十分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 、マジ十分。いや、そいつは数えた。そいつは数えた。そいつは数えたって、俺何？やばいうか、ここのやつ、なんでサミこっちが助けてくんなかったの？違うよ、今浮いてたやん、完全に。お前もう浮いてたよ、お前と。お前2人のドラゴンやつって浮いたって、なんで意味わかんないよ。ガチの声出てる、ガチの声出てる。いや、でも俺目線はもうスターは白いぞ。だ、俺もう俺相当活躍してるぞ俺。いや、でもスタミ今自分の CS 奪ってったからちょっと黒い。それいつもや、いつもやってるやつ俺。自分の CS。 じゃあバロンマジでハイマーやりそうで怖えな。いけ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 る、俺が無理かも。いけいけいけ、いや、これ一応呼んないでか。なんでカミルここにいんの？っていうか、ちょっと待って、なんで俺こんな狙われる？だ、人狼だと思われてるかも。可能性ある。まあ確かに数え伝説がある。敵、俺らで言う数え、確かに。で、それで言うと、エビが一番狙ってこない、俺のこと。エビが狙ってこない。ちょっと、一応青取りある。出会わない。まあまだやってないと思うけど。ハイマーの速度マジで怖えんだよな。ボットが追ってくるわ、とりあえず。テレポートあるから。オッケー。テレポートある、了解。やべえ、いる。やべやべやべ、めっちゃ入られてる、この辺。めっちゃいるね。テレポートあるんだよね。テレポートあるね。
こら辺のビジョン取って後ろに。ああもうお見合いしてる。これさ、はい、まだこだ。ちょっと待って、戦いになるかも。設楽さん見といて。見といて、見といて、見といて。見てる、見てる、見てる。やべえ、もうワードがないよ。ちょっと、されてる。これ、俺、行くってなったら後期行くよ。いや、これでも、もう、マジでバロン怖い、マジでバロン怖い。青取りないんだよね。青取りある。青取り欲しい、青取り欲しい。青取りある、あるある。やばい、どうする？いや、もうこれ間に合わなくね？とりあえず、アリスターやって。あの、世界強い！アリスターバイトになるかも。世界一強い！ショロキでされたー！すげーだろ！え、フラッシュアウトしていったんだが。待て、あのアリスター。カズータじゃね、これ。カズータ！いけ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 ！カズータ！あー、人狼だ！あー、人狼だ！やばい、怖い怖い！あー、終わった！ナイスナイスナイス！俺は行こう！ナイスナイスナイス！残した、残した。これ待って、うん、ちょ無理だろそれは。どうするんだ。いやでもいける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 あれこれこれお前ルート切れたルート切れたルート切れた今のあれこれインヒビター守るよ。オッケーオッケー、インヒビター守ろう。待って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 人狼いるよ。あ、やばい、この感じ。ん、カズータじゃない。ねね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 。いや、まだ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 頑張って来週。まだ頑張れ。8秒9秒9秒5秒連打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 4マイコ誰狙ったかい。マイコマイコマイコ誰狙ったかい。ナイスナイスナイス。いやビビってる、来週にビビってる。これはあでかいでかい。え、これ守ったかな。ナイス守ってる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 。ナイスナイス。だけどタルトハイマやってくれ。俺ちっちゃい。ナイスバックナイスバックナイスバック。ついやったついやったついやった。ナイス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 。タヌキウルト5秒ウルト5秒ウルト5秒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 ナイスドラゴン行く。ドラゴン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 いけいけ。一応報告いいっすか。はい。この緊迫した状況でニンニンがイノシシみたいに突っ込んでって死んだ。いやだって自分がダメージ出さへんといかんと思って ADC やから。申し訳ない塔の低さね。なるほどね。ごめんの死んだか。もう横にいたタヌキが前に突っ込んでた時どうしようかと思った。終わった。いや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 。ちょっとそこでね、ちょっと追加攻撃しないで。君も疑われたからね。してくれるしてくるってことはよ。怪しいな、どっちも怪しいな。これマジか。怪しくないのシャルさんぐらいだけど。あれってなんでだよ。おい、お前ふざけんなよ。マジなんでこのボット食べなかったのこれ。え、今シャルさん湧いてたじゃん。これ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 。ここら辺行こう。ここら辺か。マジか。レッド、レッド出したレッド。ナチュラルに今インヒビターじゃねえや。あららら、スーパーミニオン借りに行ってた。スーパーミニオン借りに行った、うん、もうね。これワード壊しに行って大丈夫かな。やばいよね、やばいよね。やばそう、やばそう。だオーシャンマジででかいよ。シャルシが最強になる。そうか、これオーシャンソウルか。新しいドラゴンのソウルと分かんなくなるときあるんだよな。これどう動いたら勝ちやすい？教えてくれ。はい、痛すぎ。悪くない悪くない。そうね、ずーたんずーたん集団戦よりは抑える。そう、抑える。いけいけいけ、張り付くわ。正面から5対5したら俺らの方が強いぞ。これ確かに音それ騎士の近い。え、強くない。え、これ騎士の近い。2にでいいよね。ニバ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 。いや、これ今一番白いシャルか。ナイス。そういうあれ、そういうあれかもしれない。わー、なんか痛いな。痛いなー、攻撃強い。痛い痛い。俺はズータンを抑える。フォークが敵が強い。でもこっちオーシャンだから。うっ、全然無理。ちょっと待って。ここ回ろう。ここ回ろう。前ちょっとここ回ろう。いや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 。じゃあ終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。終わっちゃう。みんな帰んないで。戦おう。戦おう。フィニッシュだ。出ろ、行けよ。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 入った。まだつかない。まだつかない。まだつかない。ズータン張り付く。ズータン張り付く。ズータンごめん。
頑張れ。おしゃされ、おしゃされ、おしゃされ、おしゃされ。待って、ニンニンあるよ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 、ニンニンチンローゼロのチームだ。何が起きてるんだ。これは人狼いないね。人狼いないぞ。マジでよく勝ったな。よく勝った今の。e スポーツ勝ってきました。アクション強くない、なんで復活できる。アクション強い、復活強いな。タイミング良かった今の最後のキレ。ちょっとこの辺に深めのなんかナイスアウト、ナイスアウト、作席されなさそうな悪いところ。今の集団戦でマジむずくなるって。アクション活躍しなかったらだって終わってたもんな。いや一個前のもそうだろ、ね、お前これネクサス守ったの俺なんだから。お前らが前に突っ込んでって俺がネクサス守ったんだよ。そうか、ふざけんなマジで。確かにそうか、ライジンアクション見たことないからな。もしかしたら本気で頑張ってる説はあるんよね。確かにむずいな、そうなるとむずいぞマジで。俺も一個ゾーニャ持っとくか。いやでもね、俺相手のね人狼はエビだと思う。ああ、まりにも弱い、あまりにも弱いマジで。いや強かったけど、あんなんじゃない。そう、あんなんじゃない。手抜いてくれてる説は。そう、手抜いてる説もあるけど。人狼誰だろうな。じゃあ俺はカズータに暴言言ったってことになるけどね。大暴言。みんな言ってしまった。大暴言。やる気を感じられないとか。俺だってカズータに会ってないから。いや暴言言ってたのはシャルさんと忍者。いやいや、そんな言ってない、そんな言ってない。シャルさんの方がヘッドカットあるから俺。ここら辺めっちゃ怖い、めちゃめちゃ怖い。バロン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 。あ、なんか何あれ、あの人アリスはなんかやってね。コッキャね、コッキャね、コッキ乗るときやね、コッキ乗るときや。いけるこれ。それ追いすぎるとバックドア来るかもしれない。アリスは急に暴れ始めたな。でもまあ、アロン。まあ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 いいんじゃない。まあ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 。本当にまあまあまあかこれ。ミットミットミット。違う違う違う。え、でこれもう強引に当たっていいよね。うん、強引に当たってもいいよ。ダサテレポートあるよね。来ないから。テレポートあるね。ワードある、ワードある。いいワード。俺のワードやねあれ。何です？当たりってけどパケちゃうのか。いやパケちゃうパケちゃう。行こう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 。待って、それいけるのノクタンだけかも。ノクタンさん、ちょっと行きましょう。ちょっと待って、これ本当だ。待って、これ本当。え、これ待って、シャルさん。いやいや、頑張って。やばすぎるだろ、あれ。出たな。フラッシュインマルファイトより遠かったっ今の。フラッシュインマルファイト。顔を開けてみれば、カズーたち。あら、待って。確かに。大キャリア。当てないとやばいんでしょ、だって。これマジむずい。いや、難しい、こっちも。いや、俺攻めても見ても完全に分かった。お前は全員、お前視点からは全員白だろ、自分が黒なんだから。エビさんから行きましょう。はい。はい、エビさんお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、この質疑応答タイム、一番まあ怪しかった、もしくはこの人と話したいという方と一人と、はい、お話しすることできますが、誰にしますか。あ、じゃあユタポンさんで。ユタポンさんで。はい。はい。いいですよ。はい。では、エビさん、そしてユタポンさんの質疑応答1分間、スタートです。はい。ユタポンさん。いや、本当にもう僕、簡単に言うんですけど、一番怪しいと思ったのは、はい、レベル6で僕が、マナが100しかないんですよ、後期で。涙持ってるって言っても関係なくて、もう 100しかないのに、で、ゼドで目の前でいきなり、ブルバフをスマイトで取ってったんですよ、こいつ。いらないでしょ、後期は、つって。まずやばいです、それ。
あいいね、はい、それかなりポイント高いよ、はい、で次にミッドでアクシャンに襲われた時になんかミスったって言いながらなんか死にかけたんですけどなんかあれもウルトめちゃくちゃ打てたのに全然打たなくてなんかね本当にこいつわざと臭いなと思ってましたもう本当になるほど、はい、もう質疑応答タイムじゃなくて弁明タイムになるだってそれやるの俺でしょちなみにいや黙れお前黙れルールがおかしい。1分間まだっすよね。じゃあ、あ、もう、あ、僕のダメージを見てください。僕がキャリーしました、最後。はい、おしまいでーす。はい、おしまいでーす。すいません、質問で、おしまいです。はい、ということで、時間。何も質疑してなかったですね。まあ、一方的な弁明でもいいですからね。ではですね、エビさん、どなたに投票されますか？あ、セロスです。セロスさんに。はい、セロス。もう100セロス。はい、100セロス。まあ、1票なんですけどね。はい、はい、じゃあ、セロスさんに1票ということで。はい、では続きましてユタポンさん質疑応答どなたとされますか？じゃあセロスさん。セロスさん、はい、じゃあそれでは質疑応答タイム1分間スタートです。セロスさん、なんでブルー取ったんですか？じゃあまずゼロってエナシーキャラなんで結構ジャングルでエナシー切れるんですよまず1個これね。で後期、はい、昔ってコラプトも涙もなくてレーニングしてたんですよ。してますよね。はい、トリニティだけの時で俺それを基準にこいつ別にマナいらないなと思いましたので取りました。はいはい、青取ったのはそうです。じゃあミッドのファイトに関しては、あれね、アクションね、あー E で逃げていくじゃん、アクション、あそのタイミングで R キャストしようと思ってたの。あそしたらエイムが合わなかった。エイムが合わなかった。エイムが合わなかった。苦しいね、ちょっと。いやもうそれ以上言えないです。今は了解です。いやもう大丈夫です。あ、大丈夫ですか？あ、もう大丈夫です。はい。はい、ということで、じゃあ1分待たずしてですね、もう大丈夫ということなので、ここまでとさせていただきます。それでは、イタボンさん、誰に、投票されますか？セロスさんで。セロスさんで。お前。ここまでで、アイズさん、どうですかね、この流れ。いやー、なんでしょうね、もう、ここまで想定通りじゃないですかね。想定通りですかね。いや、でもね、まあまあまあ、なんかね、はい、やっぱ、ちょっとでも想像できるんですよ。ミッドレーンのブルーを取っちゃうのはでもいつもの行動な気もするんで、うんうん、なるほどね、難しいところですよね。そう、難しいところですね。エイムが合わない時もありますからね。そうですね。では続きましてセロスさん、質疑応答したい方1名、教えてください。はい、じゃあエビ君で。エビさんで、はい、はい、じゃあ参ります。質疑応答1分間スタートです。お、じゃあまずボットにファミーラに 1v1 TP パッケージで挑んで負けたでしょ？負けましたよね。あ、これって無視してもいいんすか？もう。無視？え、答えなくてもいいんすか？これ。なんかもうだって、もう、あんまりいいよ、いいよ。いや、別に無視してもいいけど、黒くなるだけだよ。あ、そうだってあれ、その前にサミーラ、あれだよね、ハリヒコと 1v1 して、もう疲弊しきった後に TP パッケージでさらに行って負けましたよね。Q と R 全部外してわざと。俺あれ見て、あ、こいつやってんなって思って、あ、もう一個あって、最後の一個前の集団戦で全くディールしなかったでしょ、わざとディールしたのに。いや、もう俺そこがもうあからさまだなと思いました。それまでで黒角だったんだけど。いや、あ、残り10秒です。味方のダメージがなかった、そもそもそれは。いや、お前一人で、いや、ダメージは足りてる、お前一人で。足りてない、足りてない。このビルド分かってる、これは。このビルド分かってる、このビルドです。次応答終了です。それでは、セロスさん、どなたに投票されますか？はい、エビです。エビさん、はい、では、それでは、カズータさんにもお話伺いたいと思います。こちら質疑応答、はい、どなたとされますか？じゃあエビくんで。エビさんで、はい、エビくんさ、はい、はい、スタートです。なんてか報告なんか足りてなかったと思うんやけど。はいはいはい。なんで報告しなかったん？え、ぶっちゃけマジで青バフ取られたところで、青バフ取られてまずそもそもリコールしなせざるを得なくなったのね。おう、でそれでまずそもそも青バフなんで取ったのって会話のせいでアクシャンがボットに行ったのはまず1個ある。はいはいはい、最初のね、うん、でそもそもリコールせざるを得なくなったのは青バフ取られたせいで、そもそもアクシャンがフリードームしたっていうのもある。え、てか、あ、じゃあさ、その最後の方の、てか最後の最後の集団戦じゃないんだけど、はいはい、1個前の集団戦さ、はい、俺隣でさ、はいはい、サミーラと1対1してるときにさ、なんでディールしなかったの？多分してあのね、多分それはウルトたまりそうだったとかだよ多分。いやでも、いや、オートタック強くない？いや、マジで近かったと思うんだけど、サミラ。え、ちなみにこのビルドの後期オートタック結構多み、マジで AP
入れてて、ルーデンエコーと、はい、10秒です。あウルトがメインダメージ、そうそうスキルなんだよね、メインダメージがオートダック150ぐらいしか入んないよマジで。2、1、終了でーす、ね、終了です。次応答は終了になります。このチーム勝ったチームなんですけどね。カズータさん、どなたに投票されますか。いやでもやっぱセロスかな。セロスさん、まあ、聞いたらはいセロスで、よかったよかった、はい、そして、一番最後ですね、ギスモさんにもお話を伺います。質疑応答1分間どなたとされますか。まああの3票入っちゃっててほぼ決まったようなもんなんで、最後にちょっとセロスさんの嘆きでも聞こうかなと、ね、ああなるほど、断末魔を、はい、いいですね。それではセロスさんと、通話、開始してください。1分です。あ、セロスさん決めますか、面会時間です。聞こえますよ、聞こえてますよ。最後に言い残すこととかあれば。ね、アホしかいないですねこのチーム。ダメです、本当にダメです、このチームは終わってます。あの後期見て白だと思うのはやばい。逆にあの後期が白だったら逆にエビくんがやばい。逆にあれで白なわけがないでしょ。はいはい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。はいはい、ありがとうございます。エンターテインメントなので移行は残りませんよ皆さん。移行は残りませんよ。大丈夫ですか。今日で、今日限りですからね、はい。ギスモさん、ちなみに投票先をお伺いしてもよろしいですか。あ、まあ、じゃあ一応セロスさんでお願いします。セロスさんで一応、はい、じゃあセロスさんには4票入りましたね。はい、というわけで最も疑わしい、選手となったのは、セルスさんとなりました。ではですね、続いて負けた、チームですね、こちらゲマゲマのチームの皆さんにも質疑応答の方、していきたいと思います。まずはですね、こちらジャスパーさんから、はい、はい、どなたと質疑応答されたいですか。ジャスタンミジャパン。ジャスタンミさんで、はい、じゃあここから1分です、どうぞ。序盤さ、だって俺らもう完全に絆できてたじゃん、うん、完璧あった、完璧あった、そうだよね、うん、最後のシュダンスクラインぶっ飛び、マップ半分移動だけ教えてもらって。いや違う、あれはもうあって、もう完全に TP 見えてたのシャルル氏の、はいはいはい、で俺パッケージあるよ、パッケージあるよっていう確認何回もしたの、はい、でも応答がなかったからもう行くしかなかった。なるほどね、あれはもうしょうがない、もうチームの意向だった、はい、チームの池だったあれは。俺顔見に行くわ。顔面確認ですね。ちょっとマジなんだって。いや俺本当俺の VC 思い出してくれれば分かる。俺はってか、はいはいはい、あのプレイまでの目見ろ目見ろ、あのはい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 、人と話すときは目をね見せ。そうだよな、そうだよな、ごめんなさいごめんなさ い, いや信じていいんだな、信じてください、はい、7、6、5。本当に本当に信じて、ことない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 、ね、俺は言うこと全部言った。じゃあ終了でーす、終了です、仕事終了となります。それではジャスパーさんは誰に投票されますか。スタミジャパンで。なんでやねん。スタミジャパンは目の前で1とね、指を立ててください、目を確認した結果が、ね、まあ、っていうことですね、濁ってたんでしょうね。はい、続いて、ライジンさん、はいはい、どなたと質疑応答されますか。これ難しいんですよね、2人聞きたいんですけど、はい、1人です、ね、スタンビのやつは今聞けたんで、タヌキを、タヌキ忍者さん、はい、はい、はい、じゃあここから1分間スタートです。2個このゲームが負けた大きなのがあって、あ、ちょっと待って、まあ、一番最後のやつよ。はい、はい、ちょっと自分から言わせてもらっていい？ちょっと、サミーラに、慣れてなくて、はい。俺の質疑時間。サミーラに慣れてないのは、まあいいや。いや、どこ質問するか分かる。そう、まあ最後の前のネクサスが割れる、直前のネクサスタワー割れるところのファイトが、えぐかったけど、だってあれ死んだら終わるじゃん、ゲーム。うん、突っ込んでったよね、だって。うん。無理なのに。いや、でも、スキルが揃った状態で、あの人数差で戦ってもどうせ、無理そうだったから、うおーっていう気持ちになって。いや、だって耐えてたら、だって味方が湧いて、それで守れたじゃん。あれ、守れたの奇跡だからね。いや、まあ、それと、あと、最序盤にサポートがめっちゃロームしてくるのに、ADC なんて分からないでござるとか言って、なんかめちゃめちゃロームの報告がなかったの、あれはどうなの？それは、押し付けられてて、CS 結構集中しないといけなくて、話すのもね。さあ、次、応答終了となります。大臣さん、どなたに投票されますか。
タヌキです。タヌキ。タヌキ忍者さん。はい。それでは、タヌキ忍者さんは、目の前に1というですね、指1本立てていただいて、お待ちいただきたいと思います。さあ、それでは続きまして、シャルルさん。質疑応答をどなたとされますか？まあ、一応、まあ、スターミラー、忍者って聞いたんで、ちょっと雷神にね、話を聞きたいなって。うん、なるほど。それでは雷神さん、はい、それでは1分間スタートです。あ、ちょっとまず聞きたいのは、なんかその後期がいなくなったって言った報告がもうマップに移った瞬間だったんだよね、ワードのちょっと遅いなっていうのが気になって、あれはちょっとなんかあるかな。 あれスタンミがなんか間違えてたんだけど、うん、サポートがまずミッドにいてで、うん、俺サポートがミッドにいるよから押っつけられて、で後期がその前にパッケージ持ってるよって話してたんだよね、うん、でヘラウド鳴ったじゃん、ね、ヘラウド取られた音鳴ったじゃん。でそっから、あ、ヘラウドピットにあのバックピン鳴らして、でそっからトップサイドだから、あ、そこまであのいなくなった感じではって感じなんだね。そうそうそう、はいはいはい、遅いっていうかパッケージ持ってるから早いんだよね。分かった。じゃあちょっとなんで MR これ積んでないのこれ。ビルド MR? ビルドビルド MR、 あるじゃん MR のさアイテム。ああ、俺だって後期と当たってないもん。3、2、1で終了でーす。質疑応答終了です。これマジこれマジさあシャルルさん、どなたに投票されますか？はい、まあちょっとタヌキくんもだいぶなんかわけわかんないツッコミしたんですけど、ちょっと CS が異常に少ないのと、まあ、MR を積まなかったライジンさんにちょっと投票しますね。はい、それではライジンさんは、目の前にですね1本こう指を立てていただいてお待ちください。さあ続きまして、たぬき忍者さん。あー、ちょっと話す相手が重なっちゃうんですけど、ちょっとライジンですかね。ライジンさん、はい、じゃあライジンさんいらっしゃいますでしょうか。はい、よろしいですか、ライジンさん。はい、はいはい、それでは1分間スタートです。なんかさ、ファームちょっと効率的じゃなかったように自分感じるんだけど、そうでもない？ファームが効率的じゃなかったって言われると謎なんだけど、マジで。だってミッドのサミーラにファーム渡しにトップ行ったら、今度シャルさんがトップ行くからお前行けって、これどっちかって言ったら弾かれてた方なんだけど、あれ逆でしょマジで。だって結局その後テレポートでオブジェクトのアクション起こしてないし。なんかね、あとこれ雷神に話聞くの多分ね、雷神か自分になりそうな雰囲気あるから、自分は自分が 白だと思ってるから、ここで雷神にちょっと疑惑をかぶせておかないと、ちょっと目がなくなっちゃうから、ちょっと聞こうと思ってるんだけど。いやなんかね、雰囲気が怪しい。なんか もっとなんかね、頼りある感じだと思う。いつものサモリフの雷神です。さあ、質疑応答終了となります。はい、質疑応答終了です。たぬき忍者さん、どなたに投票されますか？雷神で。雷神さん、それでは雷神さんは、2本、指を立ててください。さあ、そして、最後ですね、スタミさん、はい、どなたと質疑応答されますか？僕はたぬき忍者さんで。たぬき忍者さんで、はい、はい、じゃあたぬき忍者さんいらっしゃいますか？はい、はい、では1分間スタートです。はい、まあ質疑応答というか、まあ、こういう人狼ゲームでなんかちょっと声が少ないとやっぱ怪しく見えてしまうというか、結構なんか前チームでなんかやってみようっていう時ある結構声出してたイメージあって忍者でも、なその結構逆を言ってたなっていう、喋らんプラス最後のそのネクサスを守るところの集団戦もすごい丁寧なプレイをするプレイヤーなのに雑に突っ込んでしまうみたいなところがもう忍者の性格と今回逆だったなってのがあったから俺はちょっと怪しいなと思ったんだけど、すごい悲しい話なんだけど、自分の口数が少ないのはいつもなんで。いや違う違う違う、いやチームの時はね喋るんだよ忍者。まあ、それはちょっと、はい、サミーラーをやってて、あ、必死だったのかい、必死だって。終了です、終了です、質疑応答終了です。さあ、それではスタンミさん、どなたに投票しますか？タヌキ忍者で。タヌキ忍者さん、それではタヌキ忍者さんも2本、指を立てていただきます。
はい、ということでですね、雷神さんとたぬき忍者さんが2票となりましたので、このお二方の弁明を、これ1分間でよろしいですか、お話を伺った後ですね、皆さんに、投票だけをしていただくと。残り他の3名、残り3名ですね、ジャスパーさん、シャルルさん、スタンミさんが、投票だけをしていただく形にします。この一言二言大事ですね、うん、それでは雷神さんから最後のお話になりますが、一言二言でお願いいたします。いや、集団戦で一番集団戦を頑張ってたのが俺で、なんで投票が入るのかが理解できなくて、2回集団戦を負けに導いたサミーラとスタンミジャパンの動きが明らかにおかしかったここが意味がわからない、本当に、まあ、そこだけはちょっと言わせていただきたいです。ありがとうございます。はい、さあそれではたぬき忍者さん、集団戦そもそも自分が結構そのウルトを回転しやすいような構成じゃなくて、で、あの自分のことを守るチャンプとかもあんまりいなかったから、ちょっと集団戦であんまりいい感じになれなかったのはちょっとしょうがなくて、で、実はあの一番活躍したって言ってる雷神さんのダメージより自分の方が出てるんで、実はいや、まあ、あのシャルさんが一番出てるんだけど、はいはいはい、自分の方が出てるんで、ちょっと、前に突っ込んで死んでたやつのダメージ量はい、タヌキさんだけです。シャルさんはタヌキさんだけです。そしてデミンさん、はい、ここまでですね、ありがとうございます。はい、ということで、皆さんゲームですよ、ゲームですからね。はい、それでは、ジャスパーさん、シャルルさん、スタンミさんに投票だけさせていただきますので、投票先のみを私の方に、教えてください。まずはジャスパーさん、どなたに投票されますか。投票先だけですもんね、質問と話で、はい、雷神さんで、雷神さんに1票入りました、うん、じゃあ雷神さんは、目の前に1本指を出してください、続きまして、シャルルさん、はい、投票だけ、お名前をお願いいたします。そうですね、まあ、やっぱり俺が知ってるレジャーもっと賢い気がするので雷神で、もう雷神さん、では雷神さんは、指を2本立ててください。そしてスタミさん、投票だけお願いいたします。俺は忍者で、たぬき忍者で、たぬき忍者さん、ではたぬき忍者さん指を1本立てていただいて、さあこちら決戦投票の結果ですね、雷神さんとなりました。最も疑わしい、プレイヤーは雷神さんとなりました。はい、ということでですね、2つのチーム、こちら全員投票していただきました。そしてですね、投票の結果は、こちら DFM がセロスさん、そして、こちらゲマゲマがライジンさんというこのお二方になりました。まずはですね、DFM の人狼、こちらはギスモさんでした。はい、ということでゲマゲマの皆さんはですね、正解いたしましたので、人狼だった、雷神さんはマイナス5ポイントと、いやでけーこれ、はい、そして、皆さんこちらあれですね、勝そうです、 DFM はそうですね、勝ったので、ギスモさん以外が2ポイント入るという、はい、ギスモさんはプラマイゼロですね、はい、という形で、ポイントの方は加算させていただきます。さあということで、続いての試合に行きたいと思いますので、皆さん準備の方をお願いいたします。カロリー高っマジか準備するのはやばいですね、やばっ、なおのことちょっと疑心暗鬼がね